カナダ軍はカナダが保有する軍隊である。カナダは北アメリカ大陸北部を領有し、冷戦期にはアメリカ合衆国とソビエト連邦の間に挟まれる軍事的な緊張地帯に位置していた。カナダ軍は本部を首都のオンタリオ州オタワに置き、カナダの国防を達成するために安全保障と自主独立を追求し、必要に応じては災害派遣や 民政支援などの活動を行うことを基本的な任務としている。カナダ軍は全軍合わせて正規軍約6万2000人の兵力を有する。現在は志願制となっている。予備役は約2万5000人。カナダ憲法の規定ではカナダ軍最高司令官はカナダの国王、女王である。しかし1904年からはカナダ総督がその任につき1905年に 特許上でも最高司令官としての任務を委任された。ウェストミンスター製の立憲議会制度の上では、カナダ軍に対する事実上の指揮権は首相が保持している。カナダ軍の指揮系統は、文民統制の観点から国防大臣から国防参謀総長を通じて各部隊へと至っている。北、大西洋条約機構にも加盟しており、 アメリカ軍とは緊密な集団安全保障の体制を構築している。核戦力を保有していないためにアメリカ合衆国に依存しているが、アメリカ合衆国と共にカナダは北アメリカ大陸の防衛のため、北アメリカ航空宇宙防衛司令部を共同で設置して防空の分野で重要な役割を果たしてきた。アメリカ合衆国の非武装軍用機が、 領空に入ることやカナダ軍の施設を訓練で使用することについても認められている。また、イギリスやドイツの陸軍部隊の戦闘訓練やフランスの空軍部隊にも飛行訓練で施設を使用させている。加えてカナダは国連主義の外交政策と関連して平和維持活動を重視しており、一定の枠組みを作って積極的に戦力を派遣している。 世界的にも珍しく一軍制を採用しているが、これにはカナダの歴史的な背景が関連している。1867年のカナダ自治療誕生以前は、現在のカナダにあたる地域には、フランス軍、イギリス軍及び地域の民兵団が組織されていた。民兵団は、他の欧州諸国や先住民族、後のアメリカ独立戦争や、米英戦争期にはアメリカ合衆国軍、 または、フェニアン襲撃やメティのレッド側砲機や北西の砲機などから、それぞれの地区を防衛する活動を援護していた。そのため、カナダ軍の源流は19世紀初頭にまで遡り、アメリカ合衆国による、営領を北、アメリカへの侵略から防衛する民兵団まで含まれる。1945年4月16日、オランダ・レイワルデムにて解放された市民に歓迎される、 カナダ軍部隊カナダにおける軍事指揮権はイギリスの原子及び1906年にイギリス陸軍とイギリス海軍がハリファックスから全面撤退するまで駐在していたイギリス陸軍の北米総司令官が掌握していたその後カナダ海軍とその航空隊としてカナダ空軍が設立されたこれらの軍は軍事防衛省の参加で航空軍と 臨時民兵団に分割され、1923年に国防省参加となった。ただし陸軍に関しては1940年11月までカナダ陸軍と命名されていなかった。カナダ軍が初めて海外派兵されたのは、イギリス軍指揮下で作戦に参加した第二次、防和戦争であった。同様に、第一次世界大戦において、イギリスがドイツと開戦した際、 ヨーロッパに派兵された。その後、カナダの原始も第二次世界大戦、朝鮮戦争に参加、派兵を実施した。1947年以来、カナダ軍は世界で200以上の作戦に従事し、72の多国籍軍による作戦参加している。カナダ軍は北大西洋条約機構でも、冷戦時代、湾岸戦争、コソボ紛争等の作戦や、 スウェズ危機やゴラン高原、キプロス、クロアチア、ボスニア、アフガニスタン、リビアなどでの国際連合平和維持活動で、著しい活動を行っている。1957年から1970年まで空母を保有していたが、キューバ危機の際の巡視以外では、実戦で使用されなかった。カナダ軍は1968年2月1日に、カナダ陸軍、海軍、 空軍を合併してできた組織であったが、発足当初は階級の故障、服装などをめぐって様々な不満が噴出した。1975年には司令部において再び効率化を標榜して改革を行ったが、実質的には新しくした機能別の部隊編成を従来の軍種別の部隊編成に戻す意味もあった。カナダ軍の機構における最も顕著な特徴は、 統合化による一軍制である。最高司令官はカナダ国王に任命されたカナダ総督であるが実質的な指揮権を持つのは首相である。政府の下には行政機関である国防省が置かれており具体的な指揮は首相の下で国防省の長である国防大臣が行い国防大臣の下には文官都部官が混在する形で国防参謀総長と 国防次官が同列に置かれている。その下には政策、人事、資源、財務を担当する部官もしくは分官が次官として配置され、もし部官が次官補となれば分官が補佐官として置かれ、分官なら部官が補佐官となる。さらにこれらを補佐するために装備、施設、ホーム、情報、予備等の各部門が置かれる。カナダ軍の部隊は 国防参謀総長の下に置かれている。事実上の軍種として、地上軍、海上軍、航空軍が、作戦上の統合部隊として、国内軍、国外派遣軍、特殊作戦軍が設置されていたが、2011年に、軍種の名称が、旧来のものに戻されたほか、2012年に、国内軍、国外派遣軍を、統合再編している。2012年現在、カナダ軍には、 国防法によって定められた以下の部隊が設置されている。ザ・ワールド・ファクトブック・カナダ・ミリタリー・セントラル・インテリジェンス・エージェンシー二千九年一月十九日閲覧 http www.forses.gc.sa スラッシュサイトスラッシュアバウトスラッシュインデックス a s p カナデアンフォーセスネーム CBC リリーブド 26セプテンバー2011ありがとうございます。